もう普通何でもいいよ。え、これでもいいの？いいよ。はい。え、でもこれさすがにダサい気がするよ。いいよ、もともとダサいから。いやダサいねこれ、うん、まあいいじゃない。黒着さして。え、いいいい、ダサい方がいいね。黒とか着ない方がいいよ。シュウ君ハイネック着ると顔でかく見えるよね。いやそうだよね、全然ダサくなくない？いやダサいよ。え、ダサくないやろ。まあいいんじゃない。どうもシュンです。ゆかしです。こんにちは。こんにちは。今日はですね、皆さんにインターンに行くメリットとデメリットをお話ししようかなっていうふうに思っております。はい、僕はまあインターンの定義もよるんですけど、会社と関わってその会社でちょっとお手伝いをするっていう経験は、まあ、合計6社ぐらいですね。うん、でゆかしは13か14短期のインターンに行って、長期のインターンは3社ぐらいだったんですけど、うん、なんでその短期の方のエピソードをね、今回はね話していただこうかなっていう思ってます。はい、だから合計20社経験した僕たちが、お話しするインターンのメリットデメリット、はい、よかったら就活生の皆様参考にしていただけたら思い参考参考にしていただけたらなって思います。インターンのメリットとしては3点ほど僕の中ではありまして、まあ、1点目としてはありましてって言わん。いいよ、ありまして。僕とかその地方に住んでてあんまり就活の情報を知らないっていう立場から言いますと、やっぱ特に都会ですね、都会のインターンに行くことによってやっぱ就活仲間と言われる、なんかよく情報感度が高い学生と触れ合えるというか、関わる機会がどうしても絶対にあるじゃないですか、インターンに行くとね。でそこで仲間ができて、いわゆる就活の情報が入りやすくなるっていうのが僕にとって一番のメリットだなっていうふうにやってて思いました。なぜかと言いますと、例えばこの会社はこういう専攻やってるとか、こういう先輩がいるっていう、この会社はこういう先輩がいるとか、こういう社風だっていう、なんか生の声が聞けたりとか、それこそ先輩をつなげてもらったりとか、やっぱ横のつながりはなんだかんだ一番最強なんだと思うので、インターンに行く一番のメリットとしては、僕は仲間ができるっていうことが一つのメリットとして挙げられると思います。二つ目に関しては、夏のインターンと秋冬のインターンとはまた別だと思うんですけど、夏のインターンはどっちかというと、その仲間が増えるとか、その情報とか、あと仕事の働くということについて触れ合えるみたいな、知るきっかけとなるっていうところですごいいいと思うんですけど、秋冬のインターンに関しては実際に採用に直接つながったりとか、インターンに行った人限定の選考とかたくさんあるんですよね。早期選考とか、それこそ外資とかメガベンチャーとかだったらインターンに行った人だけの選考があるんですよ。なので直接内定につながったりとか、選考につながるので内定につながりやすいっていうメリットがあると思います。いやちょっと待ってね、顔がちょっと俺が前に出たらでかくなるから、ちょっともうちょっと前に。で、三つ目は、なんか今の活動にも生きてるんですけども、なんかインターンに行ったらやっぱ、多かれ少なかれ働くっていうことに触れるじゃないですか。会社の人と話したりとか、実際に会社の中で活躍されてる方と関わったりとか、ビジネスについてちょっと考えたりするじゃないですか。そのフレームワークとか、あと課題とかで。そういった時に今の自分の活動とかに活かせるというか、例えば YouTube だとターゲットをこういう人にして、こういうコンテンツをどれぐらいの期間なんていうかなやろうとか、そういうビジネス的な視点が持てるっていうところは、やっぱインターンっていうのはすごいいいきっかけというか、いい機会なんじゃないかなって個人的には思ってて、ビジネスを学べるっていういい機会だと思ってます。確かに、なんかそれで確かにって今言ったのが、しゅんくんと、それこそ去年の今頃よりもうちょっと前からよく動画を撮ってたんですけど、皆さん見てくださったように、その夏しゅんくんがインターン行った後からは、なんか私に撮影依頼を出す時になんかこういうのを撮りますみたいなワードでちゃんとまとまった企画書が送られてきた時があって、で今も、まあ、ワードまではいかないけど前日に LINE とかでも結構細かくなんか送ってくれたりとかもするようになって、なんかそういう対人とのコミュニケーションとかもビジネスっぽくなったっていうか、そう、確かにそうだったな、しゅんくんは。やったー。そうだね、てかでもあれだよね、結局相手の想像力がつくよね。なんていうかな、経験というかその知識として気をつけるようになるよね、意識するようになるよね。そうだね、っていう感じで生かしたりできるので、インターンは僕はすごいおすすめだなって思います。
インターンのメリットを教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、インターンメリットは今しゅんくんがやってくれたやつはもちろんそうだと思ってて、特にね仲間って部分はめっちゃ良かったなって思ってて、うん、でしゅんくんとはちょっと違った観点だと、うん、自己分析が深まったっていうのがすごくあって、でこれはなんだろうな、うん、どういう意味かっていうと、うん、大きく2つに分かれていて、1個はねインターンに行く前なんだよね、うん、インターンに行く前に、インターンに行くためにはイエスとか面接とかやっぱいろいろあると思うけど、うん、そこで書いてる量が圧倒的に違うので、うん、やっぱ何社も出すってなった時に、その時になんか自分の強みってなんだろうとか、このインターンにどうしていきたいんだろうとかやっぱすごく考えるから、なんかそういう意味でこう目的を持った就職活動ができたりとか、うん、その仮説では自分はこういう組織だったら合うだろうなとか、うん、自分はこういう業種だったら楽しめるだろうなみたいな仮説をね考えることができるっていうのが、うん、インターンに行く前はすごくよくって、インターン中とかインターン後とかは、うん、なんで今インターン中こんなにうまくいかないんだろうっていうのも一回自分視点で考えて、マジそうだよね、そうすごく自己内省にもなるし、うん、インターンに行った後はなんでこの会社なんかなんでこんなにモヤモヤするんだろう、うん、なんでここ逆にすごい楽しかったんだろうってこと、ところからなんかね、嫌な思いから私やっぱこういうところだと結果出しにくいなってものが分かってきたりとか、うん、考えるきっかけというか材料になるよね、材料にもなるし、かつそれを本選考で話すときも実際に体験談を交えて話すことができるから、うん、私はこういう体験を持ってこういう人たちと働きたくって、かつこういう環境があればよりこういうパフォーマンスが出せるっていうのが話せたから、それがやっぱすごく良かったかな。確かに。てかゆかしは俺とちょっと違うのはやっぱいろんな会社を見てるから、うんうんうん、そこから自分はこういうのに向いててこういうのは向いてないなっていう消去法とか、そうそうそう、消去法じゃないけど合うなっていうのを経験から学べたのはすごいいいなと思うし、うんうん、羨ましいなと思う、うん、しかもね事業面組織面環境面から全部それがなんか分かったっていうのがやっぱめちゃめちゃ大きかったし、うん、目標の立て方自体とかもその後からすごくガラッて変わったりしたから、やっぱねそういう目標の立て方自体とかもなんか立てるべきではあるけど試行錯誤していけるっていうのはねすごく良かったかなって。いい点だよね。あとすごいゆかしがいいなと思ったのはやっぱ早めからスタートしてるよねそれが強い。だって俺大学3年の夏からスタートしたし、あちょっと待ってでめくれとるやん、ダサいダサい、元から元から、いやいやいや、あ、かっこよくなったで、うん、ゆかしがすごいいいなと思ったのはやっぱ早めからスタートしてるよね、うんうん、で大学2年生とか3年生でそんなにやることがないって迷ってる人は早めにインターンとかに3日のやつだけもいいから入ってみるとかやってみるのはめっちゃおすすめです。うーん、あと行くとしたらやっぱ個人的におすすめするのはメガベンチャーの3日間のインターンとかは、やっぱなんか会社の中でも結構活躍している人とか子会社の社長の人とかとがメンターについてくれるからおすすめです。うーん、あちなみにデメリットも一応言っときますか。そうだね、まあ、デメリットは、まあ、ゆかしからじゃあ先にお願いしてもいいですか。そうだね、デメリットは、まあ、時間をすごく使ってしまうっていうことかな、まあね、インターンのデメリット、いや、まあ、寝れない時とかあるしね、寝れない時もあってその体がね不調になるっていうのもあるし、これ多分女の子とかだとすごくきついのが、うん、女の子って例えば寝不足で髪がパサパサしたりとかニキビができるだけでも一気にテンションが下がる、そうなんだので、うん、なんかねそれはねすごく身に染みて感じた。ひたすらに申し込むっていうのは確かにやめた方がいいかもしれないね。そう、ある程度仮説を立てたりとか、うん、ここになぜここに行きたいのかというものをなんとなくイメージした上で、それは確かにある、出さないとっていうのはやっぱあるし、あ俺が思うデメリットはなんかいい会社もたくさんあるし、でもなんか一方でそのインターンっていう制度を利用しようという会社もたくさんあるんやってね。例えば無給でその会社の雑用みたいなところをさせる会社とかもいっぱいあるし、うん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 、そこはちゃんと見極めたりいろんな人の意見を聞いてやった方がいいと思う。そうだね、だからインターンって基本的に無給なとこも結構あるけど、それはなんかワークショップ的なちゃんと学べる仕組みができてたりとか、交通費とか宿泊はなんていう支援してくれたりとか、なんかそこをなんか総合的に見ていく企業とかは判断していただきたいなっていうふうには思います、うんうん、そうだね。あとはなんか本当に結構いろんな会社のインターン行った方がいいっていうのは確かなんだけど、やっぱそれとトレードオフになるのはアルバイトができないっていうこと。まあまあそうだよね、
なんですよね、うん、だから地方の子だったらそれこそその宿泊費とか交通費のやつはもちろんしっかり調べるっていうのはもちろんそうだし、何時面接から出るかとかもやっぱすごく大事だし、確かに。であとはそのインターン中はねいいんだよ、なんていうのかな、うん、そのすごく毎日予定インターンって予定が入ってるしご飯が出されたりっていうのはすごいあるからいいんだけど、10月ぐらいに9月インターンで何もしてないからお金が本当にないっていう時期になるんだよね、うんうん、10月がすごくそこがしんどいから、ある程度ちょっと貯めた上で移るとか、うん、あとはインターンで優勝したらいくらもらえるってところにそのお金がちょっと欲しいっていうモチベーションで行くのもありだし、もともとねお金を払いますよって会社もたくさんあるから、そういう意味で言ってもねすごく全然いいと思います。そうっていう感じでインターンは、まあ今大学3年生も新大学3年生も新4年生もあのなんか、まあ、自分で結局決めなきゃいけないと思うんですけど、この動画を参考にしていただけたらなっていうふうに思います。はい、はい、ということで今日の動画は終わりです。はい、チャンネル登録お願いします。じゃあな。